無知で野蛮、冷酷なロシアを世界に知らしめたラブロフの出現。ホロコーストはユダヤ人の自作自演。ロシアの外務大臣セルゲイ・ラブロフは外交官として終了しました。すでに報道されている通り、ロシア連邦外相として5月1日イタリアのテレビインタビューに答えて、ナチスドイツの独裁者アドルフ・ヒトラーの血統にユダヤ人の血も入っていたと発言したのです。イスラエルはもとより世界各国から猛烈な非難を浴びています。この不用意な発言、外交官としてのラブロフの政治声明はもとより、国連におけるロシアの安全保障理事会常任理事国からの追放に引き金となりかねない致命的な失言です。ラブロフは一体何を喋ったのか。日本国内ではロシアのラブロフ外相のヒトラー発言でイスラエルが猛抗議といった報道がなされています。そもそもラブロフは一体何を言ったのでしょう。問題の発言は5月1日日曜日、イタリアのテレビ番組ゾーナービーアンカーでのインタビューに答えて出てきたものです。ツッコミどころ満載のこの発言ですが、どこが最もまずいのか。ナチスの独裁者アドルフ・ヒトラーはユダヤの出自、これは相当問題です。またこれを取り上げて口頭向けへと評するものもありましたが、ヒトラーの生前、それもナチスが政権を奪取する以前から、この種の風説は囁かれ続けていました。とりわけソ連ではひどかった。しかしこの点に関してはヒトラーの顔を見れば一目瞭然です。ちょびひげを生やしていますよね。金色ですか。ヒトラーはアーリア系ゲルマン民族らしい金髪碧眼でしょうか。カラー写真をリンクしておきましょう。国家色です。 KGB が保管していたヒトラーのものとされる頭骨の一部は女性のものと判明しています。下顎骨もあるとされますが、その種の検証は行われておらず、資料的にはヒトラーユダヤ人説は否定されています。この種の風聞は幾度も浮上しては否定されてきたものばかりです。これをロシア連邦の外相として発言するのは、72歳で締まりが悪くなっているラブロフの外交官としての質の低下を示すものでしょう。ナチスドイツのホロコーストはユダヤ人の自作自演と発言。ウクライナ戦争の当初、和平調停に前向きだったイスラエルはこの発言だけで完全にロシアの敵になってしまった。国連という組織はナチスドイツを叩き潰すために米ソが語彙同州してできたものです。外交の表舞台で一国の外務大臣がホロコーストはユダヤ人の自作自演と発言してしまったら、すでにその国に国連の席はないものと覚悟せざるを得ない事態です。国連安保理常任理事国からのロシア除名に一歩近づいた可能性があるでしょう。少なくとも5月9日、ロシア終戦記念日にラブロフがまた都内添え物をくっつけたことは間違いありません。